お線香の前にそうだ。ああ、何ですか。はい。ああ、ど
覚えてねえだろ、覚えてねえだろ、全然覚えてない。あら、でもあら嬉しい。そうそう、北海道はね、すごいボーナス来てるんですよ。でもじゃあ、ほとんどの方が生で見ると初めてだと思うんですけど、生では見たことないけど、テレビでは見たことあるよ、5年くらい前にってことで、後ろも上げていただいて、ありがとうございます。子供番組やってたんですよ、 NHK でね、みんなでどーもくんっていう番組6年やったんですけど、それ見たことあるって感じで言うから、あ、何回か、あ、嬉しいね。みんなでどーも、みんなでどーも、みんなでどーもくん、やってたんだ、やってたんだ。じゃあ、ケチャップ一つ聞いて。あ、じゃあね、レッドカーペット、あ、レッドカーペットね、レッドカーペット、レッドカーペットで僕たちが出てるの見たよ。それ見たことある。あ、これ多いじゃない。ほんと、ほんと、後ろも上げて、それには出ておりません。ちょっと、よう待て、東神楽の人は嘘つきか。結構いい人ばかりかなと思ったのに。調子いいな、調子いいな。あれだ、違う、演歌の神様と間違えたの。演歌、演歌は出てたから。レッドカーペット一回も出たことない。だから若いけどね、得られるように頑張りたいと思います。さっき子供がほら、ひらめきのって言ってくれたけど、ひらめきの、ひらめきの、ひらめきのに見た人。あ、ほんと、ありがとう、ありがとう、来てくれてありがとう。やるよ、やるよ。じゃあね、今日はまずこんな曲から聞いてくれましょうか。全部嘘なのよ。こういうやつがいる。やったけどノート忘れました。授業中眠ってたやつが先生にこういうの。目つぶってただけです。全部嘘なのよ、全部嘘なのね。のセールスの電話が来るとお母さんがこう言うの。うちは全員死にました。漢字を間違えて書いた先生が手抜くかどうか試したんだ。これも嘘なのよ。みんないつやるの。間に合わせ。韓国のスターが日本に来るとこういうの。あなたたちは私の家族です。テレビのプロデューサーが僕たちにこういうの。また絶対呼ぶから。全然そうなのよ。